世間話は。あれからしばらく経ったけど、ちびドリンはうまくシムランカの世界に馴染めてるかな。まずは祝福の森に行って。属性をミオラさん。お二人ともお待たせしました。麻酔です。ありがとう、美しいお嬢さん。ジン、座って一杯やらないか。お前の分も注文しておいたぞ。ああ、さすがに少し気が緩みすぎではないだろうか。クレイのことを心配しているのか。大丈夫さ、アルベドがついているんだからな。ジン団長に来いや。なんでお前たちがここにいるんだ。おや、誰が来たかと思えば旅人にパイモンじゃないか。アリスさんの言っていたサプライズとはこれのことだったんだな。二人とも元気にしていただろうか。まさかここで出会えるとはな。ひょっとしてここの奴らが口々に称賛していた世界を救った勇者ってのはお前たち二人のことだったのか。全部が全部オイラたちの手柄ってわけじゃないけどな。それにどちらかというとオイラたちは勇者パーティーの一員だったんだ。ほう、それでも大したことじゃないか。ああ、アリスさんから招待状をもらったんだ。時間があればクレイを連れて童話の世界で休暇を取ってみないかという提案付きでね。最初は童話の世界っていうのがどういう意味かピンとこなかったが、今じゃその例えがぴったりだと思ってる。ここに着いた途端クレイが興奮してあちこち走り回るものだから心配していたんだが、アルベドがクレイの面倒は僕が見るから君たちは自由に過ごしていて大丈夫だと言ってくれてね。せっかくの好意だ、無下に断るわけにもいかないだろう。だから俺はジンを連れてこの世界の酒場でゆっくりしているのさ。どうせこの機会にお酒を飲みたかっただけだろう。せっかくの休暇だ、しっかり楽しまないとな。確かにガイアの言うこともっともだ。私もたまには肩の荷を下ろしてみるべきかもしれない。あ、そういえばお前何を頼んだんだ。もちろんこの酒場で一番混じりっ気のないものを一杯だ。でなきゃ異世界の風情を感じられないだろう。ん？パイモン？なんだその顔は。いやいや、なんでもないぞ。お前のその…ふん、ここは慎重に行った方が良さそうだな。どれどれ？色は悪くない、味は…ブラック…私はやめておこう。だがパイモン、こういうことだったのか。おいらも一度引っかかったんだ。お前だけがやられたわけじゃないぞ。そういえば招待されたのは俺たちだけじゃないようだぜ。さっきコレイを見かけた。ベルウィンド王国の方か。懐かしい。そうか、あいつによろしく伝えておいてくれ。君も良い旅を。
ここのツリーハウスの構造本当に変わってる。忘れないうちにメモを取らないと。クレイ元気にして。うわっ、びっくりした。旅人にパイモン。次はちゃんと招待されてきたいけど、ここの森の構造と住んでる動物。おお、さすがレンジャーだな。でもここって魔法の世界だし。あれ、あの大きな足跡の近くに前から家なんてあっ。ここに住んでるモモンガたちから聞いたんだけど、小さくチビドリンとカサッチだ。そいつらがどこに行ったか話によると、家を建てた後オルビット合ってるぜ。はい、改めて聞かれると確かにちょっと変。そんな以前の誤解とか新しい仲間の受け入れとか。私はここに来て間もないから、この世界で何が起きたのかよく知らないけど。はあ、びっくりしたぜ。その小さな竜によ。うん、あい、え、そうだったのか。いや、ダメダメ、それはまた今度にしよう。今は一刻も早く。ひひ、そう焦らなくても大丈夫だぞ。ガイアさんも来てるのか。あいつならきっと酔っ払うまで酒場にいるだろうし、いくら飲んでも酔わないやつだから。じゃあオイラたちはそろそろオルビット城に行こうぜ。ちび、あ、そうそう、最近スメールで面白いことがあったみたいだ。うん、じゃあ時間を見つけてスメールに戻。あ、また。私の見間違いでしょうか。信じられません。よっモナ、どうしたんだ。ブツブツ言ってるのが遠くまで聞こえた。また水裏の番に問題が起きたとかか。おや、あなたたちでしたか。世界を救った英雄、水裏の番はこの女神像を見てください。どうかしたのか。別にどっかが欠けてるようにも見えないけど。いいえ、信じません。あのおばばはこんな見た目じゃありませんから。若い頃、ああ、そういえばおばばが少女の頃に書いていた日記にありました。この話おばばに聞かれていないですよね。なんだか背後から不気味な気配がするのですが。本人の像の下であれこれ言うのはた。でもモナは師匠の若い頃の姿を見たことがないのに、なんでこの像がおばば。ここに来た時に水裏の番で占ってみたんです。星空の投影が示した結果は非常に驚くべきものでした。現実の運命の投影、真の世界の虚像。そうですね、より分かりやすく言うなら。なんか聞いてるだ。観測を続けていくうちにここの術式がどんどん見覚えのあるものになっていきました。その後ある方に話を聞いたんです。星と奇跡を司るだなんて全く隠す気ゼロですね。自分の創作にこれもあの日記のスタイルを彷彿させま。そういえばモナ、小さな竜を見なかった。かつて災いを起こしたあのものですね。大半は謝罪を。そっか、どこに行けば。ちょっと待ってください。
ふむふむ。彼は今、砕けた海のあたりにいるようです。周りには、他にも人がいます。せっかくだし、モナも。いえ、私は遠慮しておきます。若い頃の気にしないでください。じゃあ行くな。オズバルト・ラフナビネス、答えなさい。はい、見間違いではありません、お嬢様。ならば私もユーヤ・ジョードの王室の礼を持って二人に挨拶をしましょう。先生の国の至高なるヨリュー、そしてその傍らに立つ傘をかぶりし従者よ。誰が従者だって？お嬢様は、こんにちは、お二人にお会いできて嬉しいですとおっしゃっています。こんにちは、僕も会えて嬉しいよ。でもカサッチは僕の友達で従者じゃないんだ。ふん、わざわざ説明しなくたっていい。カサッチ、チビドリ、やっと見つけたぞ。お、それにフィッシュルたちまでここに来てたのか。うふん、ユーヤジョードの規制を受けし異世界の旅人よ。汝がこの星空の下でこの公女と出会ったのは間違いなく運命の選択。栄誉騎士のお兄ちゃん。二人とも久しぶりだね。クレイはここを楽しんでるか？うん、クレイすっごく楽しいよ。可愛い動物さんがいっぱいいて、とっても長い魔法の列車が走ってて、あとね、あとね、高い王様のお城も見たな。クレイを連れて一回りしたけど、道中でたくさんの収穫があったよ。さすがはアリスさんの魔法だ。ママすごいな。クレイもおっきなお家を作りたい。クレイのママってもしかして僕のお母さんの友達？うん、ママが昔よく絵本を読んでくれたよ。チビドリンお兄ちゃんのママが書いたお話はすごく面白かった。チビドリンお兄ちゃん？ありがとうクレイ。カサッチ、クレイと遊んできてもいい？好きにしたらいい。アルベドお兄ちゃん、アルベドお兄ちゃん、行っておいで。あまり遠くには行かないようにね。後で迎えに行くよ。行こう、チビドリンお兄ちゃん。フィッシュのお姉ちゃんも来る？この公女が、あなたたちの招待を受けてあげる。喜びなさい。たとえ、あなたたちが霧の中に隠れようと、この断罪の目は、異様を見逃さないわ。お嬢様は、みんなでかくれんぼをしようとおっしゃっています。お嬢様が鬼です。わーい、かくれんぼ、かくれんぼ。話を戻すけど、カサッチさん、君が言った予言というのは？あの時 B が M にこう言ったのを聞いたんだ。そこまで固執するならお前に一つ
秘密を教えてやる。アールの子はいつの日か復活するよ。え、あの星見の魔女がドラゴンスパインのドリは復活するって言ったのか。全て記憶の中の光景だ。間違ってても僕のせいにするなよ。なるほど。ここ最近のドラゴンスパインでの観測結果もその予言を裏付けているよ。以前に比べてドゥリンの心臓の動きが徐々に活発になってきているんだ。非常にゆっくりとだけど、すでに傾向は現れ始めている。そんな、どうすればいいんだ。様々な状況に対応するためにいくつかプランを用意しておこう。もちろん最悪の場合も含めてね。ルリンの過去を知っている身として事態が悪化するのは僕も望まないけど、何事も入念な準備が必要だ。もし予言通りドゥリンの心臓が元のように動き出したなら、僕の望みとしてはその時復活するのは悪竜ではなく、僕の言いたいことがわかるね。まあ、なんとなくは。そのためにはカサッチさん、その時が来たら君とシムランカのドゥリンの力を貸してほしい。はあ、僕が。君がこのシムランカの世界でドゥリンを救ったのは偶然ではないと思うんだ。もし三女神の行いに意味があるのなら、ロマンチックな解釈を除いてある大胆な仮説を立てられる。つまり投影されたこの空の運命はあちら側にも影響を与えるかもしれないということだ。ドラゴンスパインのドゥリンが復活する日が来たら、チビドゥリン、そしてその運命と交錯した君の助けが必要になる。ち、面倒だね。確かに容易なことじゃない。アルベドお兄ちゃん、あそこに小さな紙のボートが。ああ、すぐ行くよ。僕の提案についてどうかもう一度検討してほしい、カサッチさん。カサッチ、ただいま。お、何の話をしてたの。なんでもない。そう、じゃあ僕たちも行こう。わかった、すぐに行く。僕が他人のしょうもないことに気を揉むようなやつに見えるかい。僕の考えを勝手に想像するな。行くぞ。一緒に作ったんだ。そういえば砕けた海にいる奴らもだいぶ少なくなってるし、みんな無事にオルビットの町に帰れたみたいだな。このボートのお名前はどこにも書いてないよ。え、名前。うん、クレイが見たことあるボートには。願いを込めるためにね。ああ、はあ、ドゥリン号にしよう。え、僕の名前を。おお、チビドゥリンの物語がこの世界の外にこぎ出して新たな1ページを迎えられるようにって意味か。うん、至高なる余竜の尊き名をつけるなんて、あなたのセンスには脱帽するわ。ドゥリン号。じゃあそう呼ぼう。ありがとう、カサッチ。あの、カサッチ。言ってごらん。前にお母さんの友達が外に出てもいいって言ってた。は？ダメかな。
ないか。シムランカの住民は外に出ていいんだし。外でも君のお守りをしろと。自分のことは自分で守るから。カサッチの言うことをちゃんと聞くし、はあ、外に行ったところで君にあれこれ指示なんてしない。来たければ勝手についてくればいいさ。うん、わかった。外に出るならドゥリンゴーに乗っていくのはどうだい。命名後の初公開だ。新たな旅の門出にふさわしいだろう。チビドゥリンお兄ちゃん、もう行っちゃうの？じゃあいつかマンダに遊びに来てね。クレイのお家までの道を書いてあげるから。友と過ごす時間は長き夜の虹のごとく刹那に消えるもの。しかし夕夜ジョードは最お嬢様は私もあなたたちが家に来る。うん、こんなにたくさんの友達ができてとっても嬉しいよ。まったく、いつまで話してるつもりだい。行くならはい。ありがとうみんな。君たちからもらった祝福は僕にとってかけがえのないもので、どんな童話よりも素敵で素晴らしかったよ。今度は僕がみんなの願いを叶えてあげるから。